あやくふる。皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はじゃーんじゃーんじゃーんバーン、折り紙で簡単かわいくすぐできるポーチを作っていきたいと思います。しかもこちらただのポーチじゃなくて、表面にちょっとした汚れ防止加工というかフィルムが貼ってあります。その秘密は後ほどご紹介します。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。準備するものはこちら。まず15cm×15cm の折り紙を3枚、今回は同じ柄にしましたが違う柄で組み合わせても可愛いと思います。そして今回コーティングしてくれるのがこちら。これはですね、私はダイソーで買ったんですけども、セリアにも売ってると思います。こちらは UV カット窓ガラス目隠しシートってやつですね。無地柄のやつとかあるんですけど、無地が一番使いやすいかなと思います。こんな感じのね、じゃーん、なんか段ボールにこうやってくるくるっと入ってきます。こちらを2枚用意します。サイズはだいたい20cm×25cm ぐらいですかね。ちょっと後で、調整が入るのでその時にご説明します。これとあとは道具類です。ホッチキス、カッター、ペン、ペンは何でもいいです。ハサミと、これは強力な両面テープ、今回は幅 1.5cm のちょっと太めのやつを使います。あとはセロハンテープ、これはマスキングテープでも大丈夫です。でお好みの色のファスナー、今回はちょっと可愛い感じのポーチを作りたかったので、この薄ピンクっていうんですかね、ベビーピンクみたいな可愛い色を選んでみました。20センチのものを選びます。あとは定規30センチが便利です。とあとカッターマット、カッターマットね、これ A4 の場合だから A3 のカッターマットあると何かと便利です。早く振る。折り紙とテープ準備します。はい、裏を向けて、このここのところをですねテープで留めていきます。はい、そうするとですね、こんな感じの、表から見たらなんでしょう、1枚の紙みたいなものができました。ちなみにこれ折り紙じゃなくてもラッピングペーパーとかでもこのサイズだったらできます。 15cm×45cm のものを使います。でこれを今 45cm って言いましたが、結局半分にするので20cm ですね。よし、半分に折ってカッターで切っていきます。でカッターこの時にポイントとしてはですね、刃は全部出してください。でこうちょっと危ないですけど真似しないでくださいね。カッターってこうしなるんですよ。しなりを利用してこの隙間に入れてちょっとしならせて45度で手前に引きます。この時に絶対手はこっち側にないように、手はこっちです、紙の上。こういう風に切ると綺麗に切ることができます。で使った刃はすぐ閉じてください。豆知識でした。はい、こんな感じで 20cm×15cm の紙が2つできました。これが表とこういう感じで表になって裏になってみたいな感じでポーチになります。では1個目の方から印をつけていきます。30cm 定規とペン準備します。こちらはフリクションのなんか細いやつ、何でもいいです、印だけなので。で裏向けてこの下の紙の端から 1.5cm のところに横に線を引きます。でくるっと回して同じく 1.5cm のところで目盛りを合わせて線を引きます。もう一個、左右これはどちらでもいいのですが、はい、この短い方の辺にも線を入れます。
線を入れることで折り目がついて折りやすくなります。あの線なくてただ折るだけでもいいんですけど、これの 1.5 センチとかって結構曲がりやすいので、この方がやりやすいですのでおすすめします。でこの短い方も折ります。よいしょ。はい、これが1個目。で反対側、反対側は似てるんですけどちょっと違います。上から 1.5 センチは一緒、 1.5 センチ。これ完成形のポーチなんですけど、今この上の部分を折ってます。で下の部分はこっちののりしろを使うのでこっちは折りません。で逆向けるとこういう風になってるんですけど、逆向けると今こっちにのりしろがついているの で最終的にはこっちにつくので、のりしろをこっちに取ります。なのでこういう感じで 1.5 センチ線を引いて、のりしろを作ります。そうするとこんな感じのものが出来上がります。そしたら不要なところをカットしていきます。まずこっちの上下にのりしろがある方から2箇所カットします。これはここの1箇所バイクフル。はい、そしたらこの段階でこのなんだっけ、なんとかシートを貼ります。で大きさがまちまちって言ったのはさっき言ったのりしろがあるやつとないやつがあるってことなんですけど、まずこの上下にのりしろがあるやつの方に、これ試作なんですけど、目隠しシートをこの折り紙とギリギリで貼ってしまうと、だんだんこのシートが時間ともに剥がれてきちゃうんですね。こうやってベローンって。でそれはすごくかっこ悪いし、見た目も良くないし、なんか嫌なので、これを折り込みます。折り込むんですが、折り込んだら今度は、両面テープがくっつかなくなるんですよ。この結構ねザラザラした素材なので、両面テープが、この紙に、普通の紙に比べてガツッとつきません。なので、方法としては、今 1.5 センチのりしろがあるので 0.5 センチだから 5mm、 5mm この目隠しシートが隠れるようにカットしていきます。ではまずシートを取ります。ここにこのキラキラしてる方が剥離紙ですね。はい、こんな感じで剥離紙が剥がれます。で一気に貼ると、なんだぐしゃーってぐしゃーってなるので、ちょっとずつ貼ります。よいせ、ちょっとずつ貼ります。のりしろは1センチぐらいあった方が後でカットがしやすいので、できるだけ、よいしょ、こんな感じかな。うん、貼っていきます。結構紙なので貼り直しが効かないので、そっと剥離紙を剥がしながらこうくっつけていく感じですね。よい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 しょーと。なんかあれなんですよ、何こういうやつ、こういう版画のあれね、欲しかったんですけどね、売ってなかったです。意味ないのか、わかります。小学校の時に版画作って、こうやってこうやって、あーなんて言うんだろう、あれ名前気になる、わかる人いたらコメントぜひください。忘れちゃった、やだやだ。はい、話を戻して、お、綺麗、いい感じに貼れました。そうしたらさっきお伝えしたように、こののりしろのところを 5mm ぐらいカットしていきます。カットの仕方は、5mm っていうのは本当適当なので、
これすぐ着れる素材なので扱いやすいです。でこの斜めになってるところを斜めに切って貼る。そうするとちょっと見えにくいですね。ここまでが貼られてて、ここから先は紙、折り紙のままですっていうのを4箇所、あーくっついた、4箇所やります。はい、こっち側が OK で、はい、今度こっちですね。こっち側はこの下が折れてない方です。これはこんな感じでくっつきます。そしたらさっきのと同じです。1センチぐらいの余白を持って貼る。くりしを剥がしながらこの折ったところには貼らないようにして貼っていきます。はい、そしたらこういう形のものが、コーティングされたものが2つ出来上がりました。では続きまして、両面テープの登場です。このテープがこっちみたいな感じで貼られます。でこの時に両面テープ、あとホチキスも用意してください。両面テープだけだとね、結構バリってこう重い重しみたいなのをこう入れて吊り下げて1日経ってどうなるかみたいな試験とかねやってるんですけど、これね落ちちゃったので、両面テープだけだと、なのでホチキスを使います。でも全然針の方はこっちに向かないので痛くないようになってます。早く振る。両面テープをこのファスナーのある方に、ここのサイドに、こことここに貼っていきます。で、一応この時点で開くか閉まるか確認してください。で、両面テープはこれだと大きすぎてしまうので切ります。で、ここもまあお好みなんですが、ハサミが得意な方はハサミでこの白いところ、余ってるところ切ってください。私はカッターの方が得意なのでカッターでちょっと切ります。で、定規当てちゃうとうまくいかないのですいません。大変気をつけながらやっておりますので、真似をされる方は大変気をつけてください。大変気をつけてください。ちょっと意味わかんないですね。一応はい、こんな感じでつけられたら、これね、もうパズルみたいになってくるからちょっと待ってくださいね。こう、こう、上、下、上、こう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 だな。この三つ折りの方が上に来るようにしてください。上っていうか、まあ、こっち側で、ホチキスじゃない、なんだこれ、ファスナーで、下にこのファスナーがつくところと、のりしろが右側に来るようにセッティングしてください。そしたらこっちのファスナーを上にしておいてください。したら下の剥離紙を剥がします。ちょっと分かりやすいように全部剥がしちゃいますが、これは一気にくっついちゃうので注意してください。そしたら上下の上しかのりしろがない方をくるっと回して、ここをちょっとこう押さえの、このようにギリギリのところで貼ります。ギリギリのところちょっと軽く押さえます。でこの時にここに粘着質がベタベタつけ、出てないように
見えるか、こんな感じであります。でこの時にも開くかどうか閉まるかどうか確認してください。裏を向けるとこのようになります。そしたらホッチキスの登場です。ホッチキスでこのファスナーを固定していきます。これがね、テープとかノリとかいろんなの試したんですけど、やっぱホチキスが一番なんていうんですかね、がっちり止まってくれるのでホチキス使います。どこから始めるかはお好みですが、これぐらい。表からは見えません。裏はこんな感じ、だいたいよいしょよいしょよいしょ。めっちゃガタガタになっちゃいましたけど、こんな感じでつけます。反対側のこっちにもファスナーをつけていきます。同じように。あ、でこの時注意してください、のりしろは左右でつかないといけないので、こっちにのりしろあるので、こっちにのりしろつけてください。なのでこっちね、両方ってあるんでややこしいですけど、こうこうです。したら剥離紙を剥がして、さっきと一緒です。でここが縦が合わないと合わないので、なんていうの、合わないとポーチとして完成した時に合わないので、下の線をうまいこと使ってください。この10センチの線とか合わせて、10センチの線で、こうかな。いてててててて、シュシュシュ。あ、いいんじゃない、これ今までで最高の出来かもしれない。最後に私の試作たちをお見せしますよね、お見せしますよね、お見せします。すっごい、もうなんかこう、こんなに苦戦した試作はあっただろうかと思うぐらい苦戦しました今回。はい、あ、ごめんなさい。でつけたら開くか閉まるか確認したら、同じようにホッチキスで留めていきます。ほい、そうするとこんな感じのものができます。そしたらこの針が痛くないように、この裏にも両面テープを貼っていきます。剥離紙を剥がして、きっちりきっちりいきます。ここにきっちりしないと、で仕上がりがきっちりならないので、になるようにしてください。反対側も同じように留めます。こっちのこの折った方、折った内側に両面テープを貼ります。そしたら剥離紙を剥がして、ここもね結構重要なポイントになります。よっ、うん、上手、はあ、自分で自分を褒めるスタイル、見てください、これピッチリ。そしたら反対もピッチリいきます。でもこっちが片方がピッチリいったら、もう片方ピッチリいきますんで大丈夫です。はい、剥離紙を剥がして、本当はね剥離紙剥がしながらがいいんですけど、ちょっとねやりづらいんですよねこの場合なぜか。あ、でファスナーは少し開けて、この内側に折り込んでちょっと接着させるとやりやすいです。こんな感じ。反対側も同じようにきっちり、きれいに貼れました。あ、いいんじゃないですか。これでファスナーが確認したらもう最後です。最後ですよ。これを折り込んで止めて終わりなんで、ここちょっといらないんですよ。いらないんですけど、私は切るのを忘れていたので、この角切ります。そしたらこれを折るんですよね。一回折ると、最初こっちが折ってなかったんで当然余りが出ます。これはあえての余り、さっきのピッチリこっちやるの大変なので、下までピッチリやってたらもう日が暮れちゃうので、
はい、こんな感じにここに両面テープがあってここに留めていきます。で、これに関してはクリッシュを剥がして一回留めてから全体をこう平たくなってるか確認してから剥離紙を剥がした方が綺麗にいきます。しゃっ、じゃーん、うん、はい、そしたら最後にここいらないところをカットします。はい、これでカットできて、また開閉を確認します。じゃーん、開いた。中はこんな感じ。閉めてこんな感じ。ちょっとマスク入れてみましょう。最近カラフルなマスクいっぱい出てるのでこんな感じで入れたらちょっと可愛いかなとも思いつつ、まあこれ個包装なんでマスクケースに入れる必要ないかなと思うんですけど、見てください、このシンデレラフィット。こちらで簡単可愛くすぐできる折り紙を使ったポーチの完成です。わー、早く振る。こんな感じでできました。サイズはいろいろね、ファスナーは20センチでマスクもこのサイズだったので今回こういうサイズにしてますが、いろんなサイズでできると思いますのでぜひやってみてください。今回失敗例もご紹介したいと思います。これが成功例です。まず第一試作、じゃーん、これね、すごい可愛いんですが、ちなみにこの折り紙は折り紙折り紙という緑カンパニーさんの商品になります。こちらね、テントウムシのドット柄、赤いファスナーをつけたけれども、はい、この両面テープだけでは力が足りずダメでした。そして第2弾、ツバメ、これダイソーのやつですね。これはね、上からこう普通に貼ってみたんですよ。このポーチを先に作って普通に貼ってみたら全然このペロペロが剥がれちゃうので失敗。この柄もすごい可愛い、多分今ねないかもしれないですけど、でこちらもダイソーのセリアかなやつで、このグレーでちょっとかっこいい感じにしようかなと思ったんですけど、これなんか浮いてきちゃって全然くっつかないんですよね。なのでもしかしたら折り紙との相性あるかもしれないので、それを確認した方がいいかもしれません。これも試作です。これはダイソー のシースルートレーシングペーパー素材な感じのもので作ったんですけど、可愛いんですけど、このホッチキスのねこの裏が映っちゃうのがちょっと あんまり気に入らなくて、私としては、はい、これはこれですごい可愛いと思うので気になる方は作ってみてください。ただね、すごいゴワゴワしますので、すごい作りにくかったです、はい、なので今回ご紹介はしませんでした。はい、これも折り紙さんの折り紙です。これは下の縫い代を外につけてみたんですけど、外につけるとこうやってね剥がれてきちゃうんですよ。なので内側につけるっていうことをしました。でその後に作ったのがこれで、内側につけてかつそのちょっと内側につけて全部フィルムを貼っちゃうんじゃないっていうパターンですね。はい、これで、これはもう夜中に当てたらフィルム貼るの忘れてたっていう、こう意味不明なやつ。はい、でこれが最終試作で、これでいけるぜって、これがもう折り紙さんの折り紙です。いけるぜってなって強度試作、重いものをですね、このどれぐらいあるんだろう、糸とかねピンとかその辺は結構重いと思うんですけど、これをこの中にガンって入れて吊るして24時間耐久させて完成してたので、今回無事動画にすることができました。はい、ということで長くなってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。折り紙あるだけいっぱい作れますので、ぜひぜひ作ってみてください。ファスナーも今回は20センチを使いましたが、他のサイズもありますので、ぜひご自身の使いやすいサイズのものを作ってみてはいかがでしょうか。この動画が面白かった、ためになったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このような DIY 動画をどんどん出してますので、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。エクフルでした。
バーイ。